にちは、ゆかふぇのゆかです。今日はバレンタインももうすぐということで、バレンタインデーの日にちょっとデートメイクみたいなのを可愛くできたらなと思って、でこの間無印に行ってきたんですけども、無印でセール品とかも何点かあったので、無印のメイクを多めに使ってこのメイクをしてみました。なので皆さんの参考になったら嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。この、UV ベースコントロールカラーのブルーでカラーコントロールをしていきます。透明感のある肌を出したいのでブルーを選んでみました。テキスチャーとしてはすっごく軽いなって感じですね。でもこう軽いからってこういうパフでトントントンってした時にこう色が消えちゃったりっていうのはあんまりないかな。しっかりカラーコントロールはしてくれる感じです。そしたらここに、これが 30% オフだったんだけど、ナチュラルフィット UV ファンデーションっていうのを塗っていきます。色はね、ライトナチュラルっていうお色味です。なんかこう今まで無地のお化粧水とかホホバオイルとかそういうのはね結構使ったことあったんだけど、こういうファンデーションとかメイク系は今回初めてなので楽しみです。結構ではのせていきます。なんかこう質感的にはケイトの CC ファンデーションにちょっと近いかなって感じがします。これもやっぱりすごく軽くて、肌にのせた感じも結構ケイトのファンデーションと近い感じだったんですけど、すっごい綺麗にツヤが出てくれるのでびっくりしてます。これめっちゃいいかもしれないです。見えますか、このツヤ。なんかあのケイトのだとちょっと私乾燥しやすい肌なので、こうマットに仕上がりすぎてちょっと浮いちゃうみたいなことが何回かあったんですけど、このファンデーションはそういうことがなくて、なんていうか目くなげなんていうの、こうツヤツヤになりながら、でも質感はすごいマットなんですけど、肌の感じはすごくツヤツヤな光沢のある感じに仕上がってますね。ただ薄付きなのでこうよれやすいかよりにくいかって言われると多分よれやすいとは思うんですけど、でも今つけたばかりなのでよれについてはまだわかんないけど、でも今のところめちゃめちゃいいんですけど感動しています。これ結構いいかも。しかも 30% オフだったんですよ。900円の 30% オフだったの、めちゃめちゃ安いよね。ここでこのルースパウダーをのせていきます。これは700円でした。これは仕上げ用パウダーで、色味はナチュラルのお色を買いました。これは結構サイズもコンパクトで、旅行の時とかポーチの中とかにも入れやすいサイズなので買ってみたんですけど、これでちょっと押さえていきます。この辺りはツヤを残していきたいので、 T ゾーンとかあとはアイシャドウ塗るところとかアイブロウとか、あと顔の周りっていうのを中心にこのルースパウダー塗っていきます。すごい粒子が細かい感じがします。このルースパウダー自然に粉っぽくならず抑えてくれる、油分を抑えてくれるような感じですね。無印結構いいかもで、私の肌の調子が今すごいいいわけでもないので、そういうね、あんまり肌の調子が良くなくて肌荒れもできやすい時期に、このぐらいのこう肌へのフィット感だったりとか浮きにくさだったら合格なんじゃないかなって私的には思います。なんかすごく肌を綺麗に見せてくれるような感じがします。ハイライター的な感じでのせてって大丈夫かなと思うので、こういう風に絵が描いてあるんだけど、ボリュームを出したい部分にちょっとパールをのせていきます。これハニーベージュのお色です。1050円になります。中身の色はこんな感じ、こういうブラシでのせていった方がいいと思うので、ちょっとこう自然なゴールドパールのお色味なんだね。おー、なるほど。これもでもすごい使いやすい色味だし、まあ、粒子の細かさもすっごい細かいわけではないけど、でも全然気にならないかなと思います。おでこにものせていきます。
自然にちょっと顔を立体的に見せたい時とかに使ってみるといいと思います。それで、ね、アイブロウはね今回買えなかったので、アイブロウはこの、ラネーズのものを使っていきます。こう眉毛の足りないところを埋めていくような感じ、自然な眉毛のラインを作っていきます。眉頭をちょっとこういう風に立ててあげたら眉毛は完成です。今日は一応なじませるためにいつもの眉マスカラを塗っていきます。ケイトのライトベージュのアイラインです。これも最後に眉頭をこうちょっと立ててあげるような感じにします。はい、こんな感じです。続いてチークカラーも無印のものを使っていきます。チークカラーのコーラルのもので600円で買いました。マットタイプですね。クリームタイプとマットタイプがあったんだけど、最近はちょっとこうチークのお粉のものを使うのにハマっていて、このマットタイプにしてみました。色味はこんな感じの本当に自然なお色味のコーラルの色味です。でこれをブラシに取ったらポンってして、で結構色味が自然なので広めに塗っていきます。そしたらちょっとだけこの辺にもう一度二度塗りをしていきます。わー、この色もめっちゃ綺麗。なんで今まで無印使ってなかったんだろうってぐらいいい感じの商品が多いですね。こんな感じで自然にチークを自然に仕上げたらアイカラーを塗っていきます。これはピンクゴールドのパールエンドマットの550円で買ったアイベースカラーっていうのをのせていきます。そしたらこのマットタイプの方を最初に塗っていきます。色味はというとあんまり見えないかもしれないけど、まあ、ベースにすごい使いやすい色味だと思います。こう目の印象をちょっと明るくしてくれるような、ちょっとクールトーンがかったピンクの春っぽいお色です。でもほとんどこう色は主張が強くないので、本当にベースカラーにぴったりかなっていう感じです。はい、こんな感じになったら次はパールのお色味を、パールはちょっとだけさっきのマットに本当に細かいパールを入れてあげたような感じ。これを塗っていきます。なんか私結構ずっとクールトーンだと思ってたんですけど、最近ウォームトーンの色にハマりだしてからなんか顔にもしっくりくるなっていう感じがしていて、今度カロスキルにあるパーソナルカラーの診断っていうのを受けてきたいなと思ってます。ソウル行った時に感動受けてこようかなと思って、それ受けたら皆さんにお知らせします。アイカラーはこういう自然な感じなんですけども、まずちょっとまつげを上げてアイメイクを完成させていこうと思います。アイライナーも無地では買わなかったのでマキアージュのアイライナーを使っていきます。アイライナーだけ濃いとあれなので、まあ少し細めだけどこうちょっと長めに描いてみました。はい、アイライナーを引くとこんな感じです。マスカラも塗っていきます。マスカラは、フローシのロングタイプを塗っていきます。はい、まつげもしたらこんな感じね。あとはリップだけなんですけど、リップも無印では買わなかったので、それでは今日はバレンタインメイクなのでラブリーなカラーを使っていきたいと思います。このラネーズのね新作のカラーなのかな、トゥートーンマットリップバーの8番のローズレイヤリングのお色です。こういう風にこっちが濃い色、こっちが薄い色っていう風なレイヤーになってます。はい、そしたら濃い方の色を内側になるようにして塗っていきます。
ていう感じで、上も同じようにこう逆にして濃い色が内側になるように。でこうね、真ん中から出発するのがポイントです。ちょっとムラとか整えてあげて、こういう春カラーになります。ちょっとこの手についたリップでチークを整えていきます。そうするとね、もうちょっとこう内側から寒い時にほっぺが赤くなるような感じの色の表現ができるので、私は結構そういう風に使ってます。では皆さん楽しんでいただけたでしょうか。比較的すっごいプチプラのアイテムを使ってのフルメイクだったので、学生さんも全然お手軽に楽しんでいただけるかなと思います。でプチプラの割にすごく満足度の高いアイテムがたくさんあったので、私もこれから無地のアイテム結構使ってみようかなと思います。こういうメイクは春にも使えると思うから、季節関係なくというか、これからの季節も楽しんでいただけると思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。